高ぶるな。いつも通り平常心。ディラックス。ジュラヌッジュラッパけるのに。クリス先輩、今度の日曜大家との試合なんですが、時間があれば見に来てもらえませんか。先発は沢村です。イップス克服して見違えるほどの成長を見せてますよ。今試しているボールが試合で使えたら、いきなり古谷と肩を並べるピッチャーになるかもしれません。珍しいな、お前がそこまで言うなんて。ここだな。ここで迷いなく変化球を投げられるようになれば、大事な場面でも任せられる投手になるんだが。沢村攻めろ。追い込んでるぞ、行け。ゾクゾク、いやワクワク。嬉しいのか怖いのか、なんだこれ。誰かに期待されるってことは、こんなにも。左バッターには一球もなし。ゴーちゃんの言う通り、たまたま決まったのかもしれない。やっぱりここはストレートのタイミングで。ストライク！すごい、全くタイミングが。ストレートに的を絞ってあの球が来たらたまらないだろう。まさに我が意を得たり。みゆき君もリードしがいがあるだろうな。トライ！しゃあ追い込んだ。あいつやべえ。たった一つの変化球が一人の投手をここまで。トライ！バッター連続三振。8番レフト牧君。聞いてんな、あのチェンジアップ。バッター的絞れなくなってんぞ。初球セーフティー。ツーアウトから変化をつけてきたな。確かにこのまま簡単に打ち取られるわけにはいかねえけど。大家もそれだけ追い詰められてるってことか、あの1年生サウスポーに。くそ、動くな。見逃し三振。うわ、この回三者連続。
しい。マジかよ、すげえ。やべえ、あいつ覚醒してる。ワムーラ、おお、金マール。本人が一番驚いてるけどな。向こうがチェンジアップを意識しすぎているとはいえ、こんな手応え初めてだな。ひゃっ、この回だけは認めてやるよ。言っとくけど俺は前から認めてたからな。あーしゃーしゃーし、コール&レスポンス。残り2イニング、これなら完投できるんじゃね。どうかな、川上も準備してるようだし、球数次第じゃないか。9回投げ抜いたら大したもんだぜ。ナイスピッチ、サムラ。